もネクラーです。パジャマだいっか。今日はパジャマでお送りします。まあ、今回ね、あの、パジャマにぴったりな購入品なので、いいことにしましょう。<laughs> すごいゆっくりだね。あの、今回は、昨日夜中にコンビニに行ったんですよ。夜食でも食べようかなと思って、深夜2時ぐらい <laughs> 仕事が、まあ、 これで一回寝ようかなっていうぐらいに片付いた時に、食会にコンビニに行ったらまた近くのコンビニで一番くじがすごい残り方をしてたので引いてきました。それを紹介していきます。前も紹介してたんだけど、うちの近所って一番くじをありえない残し方するんですよ。残り三個の時とかもあったし、ラストワンっていうその最後の一個を引いたら、 いい景品がもらえるってあるあるなんですけど、誰も引き切らないんですよね。<laughs> そう、紹介まだしてないでそのまま置いてあるんだけど、サンリオのくじとかでも結構いい引きがあったので、今度紹介したいんだけど、今回は6回くじ残り 6!1 個6何0円だから、だいたい4000円で引き切りだったんだけど、なんと今回ね、B 賞も残ってたんですよ。今まで、 何十回も引いた人は A 賞が出ればもうそれでよかったんですかね。だってあと4000円足せば B 賞とラストワンがつくのに。どういうつもりだったんだろうね。<laughs> 不思議ですよね、本当にこの地域。とりあえず、会賞から紹介していきます。で今回紹介していくのは、この、うさまる、ねむねむタイムっていうシリーズの一番くじなんですけど、ちょっとね、私はうさまるっていうキャラクターを、 存じ上げていないですけど、かわいいなと思って、そのぬいぐるみがね、えっ、ー、と、一番、その一等とラストワン賞にあって、それがすごい気になってたんですけど、そう、この、うさぎなのかな、じゃあ、うさ丸だから。ぬいぐるみがね、だってかわいいなーって思ってたんだけど、まあどうせゲットできないだろうし、その、 このキャラクターを知らないからね、外れを引いてまでは欲しくないなっていう感じだったので引いてなかったんだけど、残り6なら引くよね。<laughs> 7周年なんですね。7周年って書いてあった。かわいい。でまぁ、あ、ハンカチ。もう残り6だったので、全然ね、この5種類ある中の、猫の毛がついてる。5種類ある中の、もうこれしかなかったんだけど、これもかわいいですよね。これもかわいいかな。 全部可愛いんだけど。全然いいですね。こんな可愛いハンカチもらえるなんて。<laughs> ネムネムタイムバージョンのハンドタオル。これも使います。普通に。開けなくてもいいか。<laughs> これがね、F 賞。ABCDFG。これより下もあるわ。この下が食器ですね。これも同じ柄が残ってました。選べるメラミン食器コレクションで、 こんな感じで柄違いの皿とコップがあったみたい。まあでもこれもこの中で気に入ってる柄は私はこれなので全然めっちゃ嬉しいと思って結構すごいねせなんだっけ静電気で汚れが長い時間置いてあったもんあのコンビニにホコリがついてますね。かわいいこれとこれは開けようか開けてみようかな どうせ全部使う予定なので、<laughs> 開けちゃおう。そのまま入ってる。可愛くないちっちゃいお皿。醤油皿にも良さそうだし、ちょっとしたおつまみ盛るのにも良さそうですね。<laughs> 可愛いお皿。これすごい可愛くない <laughs> すごい好みなんですけど。と、印象。チャームが1個残ってました。これはね、3種類あったみたいで、載ってないね。 この、そうだね。まさにこの柄かな。この、これのチャームと、この二人がいるチャームと、どっかに載ってるかな。これかなこの、ピンクの子がいないバージョンかな。月で寝てる。白い子が月で寝てるバージョン。と、このピンクの子だけバージョン。 だから二人いるバージョンとピンクの子だけ白い子だけのチャームが出ててまあ残り一個だったので強制的にこれになるんですけどピンクの子のバージョンをゲットしましたかわいいよねここが透けてるタイプのチャームでかわいいなって思いますラスワンもこの子なんですよ一等が白い子でラスワンがピンクの子のぬいぐるみなのでお揃いでかわいいなって思いますねいいですねと じゃあ次、B 賞。もう本当に、引いた数少ないからすぐ上位賞行くね。<laughs> B 賞が、こちら。ね、こんな可愛いの誰も引かないの。<laughs> 6回だから、だって3回引いても1、2分の1の確率でこれ引けたってことですよね。可愛くないですか一緒にお休みミニ枕。引いてきました。開けちゃおうよ。<laughs> もう本当にぬいぐるみ欲しいって感じで引いたので、保存用とかじゃなく、このキャラクターは知らないので、開けちゃいます。タグも可愛いロルバーに貼れるかな <laughs> 日記にタグ貼るの好きなので、貼れたらいいな。可愛いね。このクマさん可愛いんだよね。ぬいぐるみなのかな親なのかな ここなんか縫い目ありますよね。やっぱ縫いぐるみなのかなかわいいね。かわいい。<laughs> と、これ取り外せる縫いぐるみ枕。かわいい。あ、ここくっついてるかな紐でくっついてる。じゃあ入れとくか。<laughs> どうしよう。出さない方がいいかなバラバラになるよりは。違う縫いぐるみ入れてもかわいいよね。あと猫ちゃんたちがこのクッション使いたそうかも。 どうしようかな取り外しちゃう。バラバラになりそうなんだよね。うちの家ぬいぐるみすごい多いんですけど、これぐらいの小さいぬいぐるみってね、その辺にバラバラになっちゃうよね。どうしようかな開けちゃおっか。開けちゃおう。<laughs> 外しちゃいます。一応そのサイトでちょっとね、引いた後に確認したんだけど、ぬいぐるみは外してたので、外すのは正しい使い方なんじゃないかなと思います。まあ頭の位置が縫ってあるだけなので、 これは、気が変わったらまた私が自分で縫い直してもいいよね。すごい縫われ方してる白い子。<laughs> 外しづらそう。いいかな。外すとこんな感じで、クッションだけだとこんなで、あと白い子とピンクの子。白い子は手上げてるんですね。わーいって言ってて。かわいいね。ちょっとね、縫われてた跡があるけど。かわいいですね。ふふふ。 これが B 賞。ほんと、これ取っとくってどういうことと思って。<laughs> B 賞も入ってるってすごいよね。B 賞と、あとラストワン賞。ちょっと B 賞は大きいから端に寄せて。で、最後、ラストワン賞。やっぱ大きいな。大きい。ぬ、ね、いぐるみ。白い子がうさ丸で、こっちのピンクの子はうさこちゃんっていうらしいですね。 これも、縫ぐるみとして使うために引いたので、開けちゃいましょう。タグかわいい。寝てる。さ <laughs> ふパジャマ姿ぬいぐるみ。かわいいですね。開けよう。そうだからこの最後の6個引いちゃえば、これは無料で、おまけとしてついてくるってことですね。そうだ。食べっ子動物とかも、引き切ったんだ。忘れてた。全然紹介してないんだよね。く 本当に、どのくじでもこんな残り方なんですよ。本当に欲しいと思ったくじ引いて、月1、2でこんな感じで引いていきますね。その、ラストワン入ってて少なくてもいらないなっていうくじもさすがにあるので全部は引かないけど。じゃじゃじゃーんかわいい大きいね <laughs> ここにアヒルさんがいます。そう、さっきのチャームも星の中に アヒルさんがいるんですよ。お揃いもいいですよね。ちょうどラストワンショーと一緒に残っててくれました。かわいいパジャマ姿で。結構ふわふわですね。タグも一番くじうさまるねむねむタイムって書いてありますね。かわいい。嬉しい。これだけ抱えながら寝ようかな。 私知ってるキャラクターだとね、ぬいぐるみ大事にしすぎるので、この子はボロボロになるまで一緒に寝てもらおうかしら。かわいいね。座る座りはしないか。ちょっと自立しやすいようにお尻にビーズは入ってるけど、自立はしないね。めちゃくちゃかわいい。映りきんないね。<laughs> 今回の動画はこんな感じかな これで全部だよね。そうだね。今後も9時たくさん紹介できると思うので、もうね、引きっぱなしのが結構あるので、今後の動画もお楽しみに。バイバイ